皆さん、こんにちは。SEK の遠藤です。皆さん、データの調子はいかがでしょうか。今、5番より前、12時13分回ったところ、12時今14分になりました。前場いい確定できた方、そこで終了していただいてもいいですし、5番も続けてですね、レーザーテックですとか、今日スクリーンですとか、国債ですとか、ナムラ造船所などのように、注目銘柄をそのまま追いかけていくという選択肢もあります。プラスアルファでですね、5倍寄りの銘柄を探す、5倍寄り直後用の銘柄を探す場合、この5倍寄り前ランキングというのがあります。5倍寄り前の今、値上がり率ランキング、値下がり率ランキングというのがあります。買いで狙う場合、そして空売りで狙う場合、5倍より前のこの値上がり率ランキングというのを出していただきますと、いい銘柄、つまりギャップアップ、全引けの価格よりも大きく窓を開けてスタートする銘柄が多いということになります。で、その場合には勢いづいてストップ高まで上昇していく銘柄もありますし、勢いがそこで5番寄って止まって急落する銘柄も毎日たくさんあります。ここでは5番寄りの戦略、5番寄り後の戦略ということで、買っていい銘柄なのか、あるいは崩れたところを空売りしていい銘柄なのか、これちょっとお伝えしていきたいと思います。ので、ぜひ皆さん、特にデイトレ初心者の方は参考にしていただければと思います。今、5倍寄り前ランキング、値上がり率、今12時16分、トリコ。ダウントレンド中、959円の前引けの価格に対して、今どうでしょうか。994円から990円、まもなく1000円というところですね。ここから反発。そして反発した場合、その開けた窓を埋める売り物が入ることがある。ただ、出来高見てください。900株なので、これはもう対象外。出来高少なすぎるので、買ったとしても売ったとしても動かない可能性が高いということになります。相手にしない。そして、個別銘柄でいきますと、7115のアルファパーチェス。出来高48,900株。少ないですね、これでも。できたらですね、10万株以上あった方がいいですね。全引けまでの段階で。そうやって見ていくと、順番になければ、こういう万株入っているものでも対応は可能となりますけれども、ピアス、いいんじゃないですか。652円全引けに対して664円から665円。だからといってギャップアップ200日線の下でスタート。あんまりこれ売りも難しそうですね。トレンドが全然上昇ではありませんので、こういう銘柄は手を出さない。ピアス。ちょっと売り物が多ければですね、ギャップアップ後の空売りは結構大きく利益取りやすいので、ちょっと200日線の下にある銘柄ですので、そもそも上札がある銘柄ということで×。順番に見ていきましょう。あと今ちょっとまだ動いてきましたね。5倍より前。あとインスペックとか今見てきましたけれども、また動きますのでね。今18分ですから。出来高をまず見ます。出来高少ない銘柄は外していく。ステムリム。547円。全日系の価格に対して554円。555円。ダウントレンド。ギャップアップ。ちょっと買い圧が強いかなというところですね。売り圧が強くなってきたら、空売りは面白いと思います。買いは×です。これ売りです、この銘柄の場合。チャンスがなければやらない。あとは、そうですね。もう、ズボンできるか少ないですね。てか、少ないものに結構皆さんやられて、損を出される方、本当に多いので、十分に注意してください。宝工業、10万株ないですけど、9万6000株。で、1738円が全日経の価格に対して1757円ということで、一段高ですね。で、今日の高値どころを見てみますと、今日付けた高値が756円ですから、今日の高値付近からのスタート。出来高こそ少ないですが、流れとしてはいいですね。今のところ見た5倍寄り直後の戦略としては、板スカスカですけれども、買い戦略としてはあるですね。ギャップアップ後の買いとしては、高田工業所はありですね。高田工業はありですね。林内、3412円に対して3448円。一段高スタート。これ無理に今日、手を出すよりは、今後用としてはいいと思います。まだまだ時間かかりそうですね。三菱ロジいいんじゃないですか。ロジネクスト。輸送機器のセクターですね。
1557円に対して1574円。これは面白いと思います。あ、これこの中で今日の中で一番いいんじゃないですかね。3万9000、万株入ってます。1580円。件数で言うと何件でしょうかね。古いと見ると件数出ますので、まあ、そこまで上げる可能性もあるということですね。3万9105人ですね。たった5人の方が、1580円。だから1人3万株くらい、差し値売り注文を出していると。そんな感じですね。ですので、まあ、70円からスタートして、その後上に行く勢いづいていくようであれば、そうですね、買っていただいてもいい銘柄ですね。5倍より直後。で、あとは、鬼門としては、1580円を抜けるかどうか。で、1580円抜けた場合の上は、1650円に、18,304人の方、差し値売り注文。あとはもう、ストップ高1773円ですから。あと、M ソル、マネジメントソリューションズですね。マネジメントソリューションズは、買いは×ですね。まあ、週で見ても、日で見ても、もう買いは厳しい。ただギャップアップというか3225円スタート。その後売りに押されるかどうかですけれども、買いも売りもこれはやめた方がいいですね。どっちかっていうと、寄った後下げそうな匂いしかしないですね。デイトレとして見た場合、いずれ上げるかもしれませんけれども、寄った高寄りした、5倍より高寄りした後、利食いの売りに押される可能性があるというふうに見ることができます。これ板を見ると分かりますね。買いやすと売りやすの差で、買いやすと売りやすの差が逆転していったら、今度上げていきますけれども、上蓋がある銘柄ですので、無理に買う必要もないということになります。5倍より5の戦略についてもお話したことあるんですけれども、今回はこのランキングですね、5倍より前ランキング、値上がり率ランキングを使っての銘柄の選定、そして戦略についてお伝えをさせていただきましたので、ぜひ皆さんこちらも参考にしていただければと思います。12時半、5倍売りまであと残り6分ちょっととなっております。で、これをですね、時間ある限り何回もこう見ていくと、新たな銘柄もですね、急に注文が入ってくることがありますので、まずは出来高があるかどうか、出来高ないものはもう外し、あるのはピアーズだけども、バツですね。こういうふうにして見ていきます。あとは、いすゞが入ってきましたね。5割前、値上がりランキング。何か材料が入ったのかもしれません。2100円どころでのスタートですね。ギャップアップ、5倍売りですね。スタートとなりそうです。売りやすと買いやす見ると、買いやすが2倍超ありますので、この流れ、トレンドに沿って、見た場合、対極的な目線で見ると、買いざんは減少傾向にある。売り方が増えている。から踏み上げがどこまで続くのか。というのもありですね。見ることが可能となります。ちょっと少数点ですね、0.5円刻みで、注文数が少ないですね。3桁から4桁入っていますので、無理にデイトレとしてやらなくてもいいかなという銘柄ではありますけれども、どうしてもやりたいという方はありかなというふうに見ることができます。で、時間経過とともに、さっき上げていた銘柄も戻してきてますね。だんだんじわじわと全引けの価格に戻しつつあります。で、これをまた繰り返していくと。ピアーズ、出来高入ってますね。まあ、定格ながらも出来高入っていると。あとは、三菱ロジですね。三菱ロジスネクスト。で、二つ。あとは、いすゞ。この三つでしょうかね。これで見ていくと。ターマライズ。で、他のできるかスカスカの銘柄はもう相手にし、対象外で相手にしない方がいいです。で、あと残り4分ちょっとありますので、12時半までですね。寄った後の戦略。これも考えていくと。十分ですね、これで。で、さらに今日全場、まあ、利益確定できた方多かったですけども、まあ、レーザーデックですとか、まあ、スクリーンだと900%ですもんね。スクリーンの回生力。さらに一段高ということですね。あとは、レーザーテックの、これは回戦略です。まあ、高値更新。あとは、アドバンテスト。これも回戦略。結局、上抜けてきましたね。あと、国際エレクトリック。いいですね。あとは、全保連。今日高値更新、上場来高値更新、場中高値更新。あと、名村造船所。まあ、これらと合わせてですね、5番。より直後の戦略、プラスして5倍より前、値上がりランキングで見た数銘柄を合わせて見ていただくと、より良い、まあ、効率的なですね、トレードができるということを皆さんにお伝えして、今回動画内容とさせていただきます。で、動画の内容が良かった方は、ぜひいいねボタン押してください。またチャンネル登録を行っていないという方は、チャンネル登録していただいて、あと毎日ですね、今日初めて見たという方もいらっしゃるかもしれませんが、翌日用の、まあ、つまり明日用の、金曜日だったら月曜日用のですね、デイトレ専用注目銘柄を無料にて今お送りしております。まだ受け取ってないという方がいらっしゃいましたらば、
今すぐ下にあります概要欄、リンク先クリックしていただきまして、メールアドレス、フリーアドレスで構いませんので、ご登録ください。で、登録いただきましたら、その日の夕方、もしくは遅ければ翌日、18時前後に皆さんのところに翌日用の注目銘柄、デイトレ専用の銘柄をお送りさせていただきますので、ぜひ楽しみにしていてください。それでは本日はここまでといたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。失礼します。